大事な話があるって言われたのに、すっごい待たせちゃったし、抜け出すって言ったのに結局抜け出せなくて。
か怖いし。でも篠崎くんって苦手なものなさそうだし、成績も悪くないから大丈夫じゃない？私のことだってミヤって呼んでくれたじゃん。だから私も呼んだ方がいいかなって思ったんだけど。さっきから口を押さえてるけど、どうしたの？